はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。国民、はい、チャンネルの師匠が今日は、BMW、イギリスから中国へ完全移行。その理由は、電気代が高すぎて、をお送りいたします。よろしくお願いします。これはですね、あの、もうイギリスで BMW がですね、まあ、いろんな会社を吸収、合併吸収しながら、まあ、工場を持ってるんですよね。イギリスで生産してるんですよ。 特にですね、電気自動車ですねに力を入れてるんです。これ、イギリスのオックスフォード、カウリー工場なんですけども、大きい工場ですよ。年間5万台以上生産しているという話なんですね。まあ、全部今、電気自動車、生産電気自動車ですね。でロールスロイスだったりですね、まあ、ミニだったり、まあむ、昔はミニクーパーと呼ばれるものですね。イギリスの、ね、車ですよね、伝統的なね。あとは BMW そのものですね。 それらを生産していたんですけど、もう完全中止、もう閉鎖です。工場閉鎖決定ですね。なんでそういうことになったのかというと、一番のリスクはですね、電気代の高騰、ものすごい電気を使うんですよ。自動車生産工場は電気を使うんですよね。電気代の高騰で参ってしまってるんですよ。 これあの、ホンダでもトヨタでも同じですよ。もう電気代の高騰。えっと、あとはですね、アルミ価格の高騰ですね。アルミ価格が高くなってると。あと部品代もろもろですね。バッテリーだとかね。あとは人件費。これも上がってます。イギリスにおけるですね、電気代、アルミ価格の高騰、人件費。この三つがものすごいんですよ。特に電気代がね、もうやっていけないです。全く無理。もう通常の価格では売れないんですよね。 生産できないんで。だから、全部、中国生産に切り替えるんですよ。これはね、他のホンダとかもね、着々とね、もうヨーロッパから撤退という方向で動き始めてます。もうヨーロッパのその電気代だとか、まあガス代もそうですけども、人件費、ものすごいんですよ。だから、もうこれはね、インドネシアとかタイとかね、マレーシアとか、 ま、中国も含めてホンダもね、ちょっと考えてますね。全部そっちにシフトした方がいいんではないかということですね。その先陣を切ったのが BMW ですね。これはね、イギリスにとってはね、痛手なんですよ。なぜかというとですね、あの、もう5年ぐらい前からの政策で、イギリスの政府がね、後押ししてるんですよ。電気自動車で、まあ、ヨーロッパないし、世界のトップシェアを取ると。イギリス生産の電気自動車でね。そのために BMW に、 期待してたんですね。支援してたんですよ。それがもうコッパ微塵、もう全部跡形もなく消えて吹き飛んだ形になってしまった。これはもうイギリス政府としては、いや、参った、これはっていうふうになっています。ドイツのね、本社の BMW あるんですけどね、これはね、立派ですよ。こちら本社ビル。すごいでしょ、まあ、名物になってるんで、見学とかすごいんですよ。あとね、なんかね、 あのまあ、テーマパークではないですけど、それほどのものじゃないですけど、中ね、ちょっと見学できるんですよ、いろいろね。で、あの品のいいレストランもあって、大きいですよ。あビールが飲めたり、あのドイツ中のビールが飲めるんですよ。あとソーセージいっぱいいろんな種類。ドイツはソーセージはいいですよ、おいしいですよ、ビールもね。だから、このミュンヘンの本社に行くと楽しいです、すごくね。 機会があったら皆さんね、BMW 本社、あの、見学できますので、あの、行かれるといあの、事前に申し込み必要ですよ。事前申し込みしていくと、あの、非常に楽しいですね。で、えぇ、ー、ホンダもまあね、あの、BMW もそうですけども、自動車会社が一番先に敏感なので、まあ、撤退したり脱出したり、まあい、あの、移動させたりするんですよね。工場をね。だからこれはあの、イギリスから、 まあドイツもそうですよ。イギリスから、まあ、とりあえずヨーロッパの先陣機ってイギリスからスタートということですねです。イギリスからヨーロッパではもうこれは無理だから、他のところに移るよという、もうね、雪崩のように起きていくと思います。この BMW をきっかけにしてね。BMW はもう一番先にそれをやんなければ、 もう本当にね、このままじっと耐えていても、いつ戻るかもわからない、電気代の高騰がね、いつ安くなるかもわからないですから、もうね、うん、もうちょっと我慢できなかったんですよね。もう無理だと。もう、一旦安くなったって、また高くなってね、同じこと繰り返すんだろうから、もうこれやめた方がいいということで、まあ、中国に生産拠点を移すと。これはね、結構ね、一大事なことなんですよね。日本でもそういうこと昔あったんですけどもね、あホンダとかトヨタとかどんどん出ていってしまってね、日産とかね。 何が起きるかっていうと、ワイパーとか、またワイパーを動かすモーターあるじゃないですか、あのモーターって、あのモーター作ってるところ、大概ドアの,あの上下行くあの自動車のドアのモーターとかね、いろんなモーター作ってるんですよ、同じところで結構作ってるんですけど、その会社もね、メキシコに移転させたりとか、要するに今回のイギリスの BMW が出ていってしまうことによってね、イギリスからね、 バッテリー生産工場、他の会社の。これもね、どっか行ってしまうんですよ。絶対に。あとは、まあ、今言ったね、ワイパーとか部品工場ですね。うん、だからそれのね、あの、BMW の車関係の、まあ、部品だとか、もろもろバッテリーも含めてそうですけども、全部、まあ、海外に行ってしまうんでしょうね。どこかにね。 中国に行くところもあれば、まあ、インドネシアとかタイとかね、マレーシアとかね、いろいろちょっとこ,うここがいいんじゃないかなということで、まあ、手探りですけれどもね、まあ、移動してしまう可能性、非常に高いということですね。いや、これはまた本当にね、とんでもないことになったんですけど、まあ、なるべくしてなっている事態と言えます。これ、本当、電気代の高騰はね、これ、収まらないですから。 どっちにしても上がってしまう。日本も発表ありましたよね。もうあの東京電力も沖縄電力もね、日本中の電力会社はもう耐えきれない、やっていけない。ということで政府に対して値上げの申請を提出するというふうにね、発表ありました。まあ値上げが来年の4月あたりからというふうに発表になってますけども、でもその前にね、あの、要するに電気代自体は、本体は上げられないんですけど、他の調整費だとかね、 まあ、いろんなもので上げてきますよ。どんどん。そうしないと長尻合わないんでね。だから今現在もうすでにガンガン上がっていって、11月、12月、1月、2月、3月、4月とね、どん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 上がっていきます。これは。で、4月に本格的にいくらでも上げていいような形になるので、びっくりしますよ。4月。<laughs> 本当に。いや、そうじゃなくてもこれから冬になるので、電気はね、3倍から5倍使うでしょう。通常の家はね、冬は。 今までのね、夏の3倍ぐらいは使うんですよ、軽くね、秋から考えたら5倍程度、冬はね、驚きますよ、本当に、これからあのちょっと大変なことに日本もなってくるということですね。さあ、未来、ちょっとね、大きな異変が、まあ、イギリスもそうですけども、世界中、日本も含めて起きるということですね、この BMW が暗示しているというお話でした。 チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。